日本シリーズ2連敗後ミーティングで桑原選手が発言、まあ、プレーだけではなく言葉でもチームを鼓舞してきましたね。はい、ミーティングで悔しくないんかっていうのは言ってなくてソフトバンクさんに全員で本当気持ち全面に出して立ち向かっていこうっていう話は、してもらったんですけど、はい、もちろん2連敗してみんな悔しい思いあったと思いますし、本当に一つになって、はい、いい試合できたと思います。桑原選手、今年は4連勝で日本一を取り込みました。日本一になった時のその瞬間、どんな気持ちでしたか？いやー、本当夢のような、はい、本当ずっとそこにたどり着きたかったところなんで、はい、嬉しいです。はい。2年前の日本シリーズも全試合1番でスタメンでした。今年の日本シリーズも全試合1番でスタメン。7年前と同じホークス相手に日本一、チームとしてもそして桑原選手にとっても大きな意味を持つシリーズになったんじゃないですか？まあ、7年前の借りを返そうとは思ってなくて、本当に今ここにいる、最高のメンバーで、はい、まあ、僕自身は喜びを感じながら全力で戦うことができて、はい、本当に幸せです。桑原選手から見られます、この最高のチームとクライマックスシリーズから日本シリーズ、本当にチームとしても成長していったと思いますが、このチームの変化、桑原選手から見ていかがでしょうか？はい、ちょっと話は早くなってしまうかもしれないですけど、このシリーズで、みんなで経験したことっていうのを、この気持ちを忘れずに来年も、しっかり強い気持ちを持って戦っていきたいと思います。最後にベースターズファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、最後の最後まで熱いご声援ありがとうございました。皆さんとこの瞬間を味わうことができて、本当に幸せです。今後ともよろしくお願いします。